はい、それではですね、私が実況とかは気にせず、ただ遊んでるだけの孤独のシリーズでございます。今回はですね、最近ちょっと遊んでる仁王2を少し遊ぼうかなと思います。まだちょっとそんなに時間は経ってないんですけども、まだステージで言うと4つ目ぐらいまでしか行ってないんだけど、最近遊んでてすごく楽しいので、ちょっとみんなにも見てもらおうかなと思います。ちょっとムービー飛ばしちゃうね。この辺は長くなっちゃうので。なんだろう、私はデモンズソウルとかダークソウルシリーズは一応クリアしてるんだけど、なんだろう、もともとプレイスタイルがこの鎧とかさ、盾とかあの辺をガチガチに固めて、重い一撃で倒すっていうプレイスタイルだったんだよ。だからブラッドボーンとかこの仁王系のね、敵の攻撃回避する系のゲームは苦手でさ、特にセキロなんか全然ダメで、ほとんどプレイせずにやめちゃったのね。で今回ちょっとね、さすがに逃げたばっかりであれかなと思って仁王を最近始めてるんだけど、全然うまくいかないですね。なんかかっこいいベースあるけど省いてますねこれ。盗賊かな。そしたらあれにしよっか。ランダムにしよっか。ランダム。次でランダムします。次で決めます。もう次ではどんな外見でももう文句はつします。せーの。まあまあまあ、かっこいいかな。はい。じゃあこれでいきましょう。女の子もあるけどね。まあ、男でしましょう。強く生きるのです。はい。強く。17歳の声がするな。ちょっとこの辺のこれちょっと仁王を少しできるようになれば、赤炉もできるかなって感じですね。よし、ゴー。ただってことでちょっとやってるので、初見ではないんですけども、ちょっと一回やり直してみようかなって感じで、今日はそれをちょっと録画っていうか、まあ回しながらやっていきます。たまにね、喋んないでゲームしてる方がやっぱ全然効率が良くてさ、喋ってるとやっぱりどんどんゲームが下手になっていっちゃうから、リハビリも兼ねてね、喋りながらだよ。でこれ大太刀っていうのかな、これ強いね大太刀。要はでかい刀ですね。攻撃力が高くてリーチも長い。ただ、まあ、振りが少し遅いって感じね。まあ、これとか、あと二刀とかね。二刀流。隙が。隙がまあまあまあ。素早い連撃だよね。で、今回使うのは、あ、でも鎌かっこいいんだよ、これ。変形鎌みたいな。上段は鎌なんだけど、中段がほらちょっとなぎなたみたいになる、まあ、剣みたいになる。で下段はなんかこう折りたたんで、すごいでしょこれこれが変形鎌みたいな。陰陽スキルと一緒に相性がいい武器ですね。まあ使いやすいおすすめ武器だと思います。ただ今回は私は大好きな、鎖鎌使います。鎖鎌ね、これがね好きなんですよ、忍者っぽくて。でもう一個の武器をこれボーナスが最初もらえて、その今体プラス1とか出てるじゃないですか、心プラス1って。これレベル上げるときに1ポイントずつ上げていくやつなんだけど、初期に選ぶ武器によって1個このもらえるんですよ。だから、使いたい武器だけでもいいんだけど、もう1本の武器は何をあげたいかによって持っていけばいいかもしれないです。心かな、心が大事。普通に安定の太刀ですね。普通に使いやすい太刀。このボーナス持っていきましょう。正直鎖鎌 の忍者の忍びスキルはステージ1はほぼ意味ないと言っても意味ないので、意味なくはないのか、あんま持っていく必要ないんだけど、まあいいや、これでいきましょう。
で次は守護霊ですね。スタンドみたいなもんな。で例えばこれなんかすごい火を放つような魔物なんだけど、重たい武器を振ります。重たい武器を振ります。この守護霊でやっぱ火をつかさどり威力が高いやつですね。でカウンターはちょっと遅め、攻撃とカウンターを兼ねてるやつですね。ちょっとこれちょっと使いづらい。やっぱ一番安定するのはこれですよね。ジン、まあ、動きの素早い攻撃ができる守護霊で、カウンターがタックルなんだけど、これ緊急回避にも使えるのね。すごい生存確率が上がるので、これやっぱ一番おすすめですよね。陣でいきましょう。ではこれで始めていきたいと思います。なんかすごい上手なプレイを期待されてるかもしれないですけど、マジですぐ死ぬので、あらかじめ雑魚死にすることはお伝えしておきます。最初のステージ今からやるんだけど、初見でやった時はね3時間かかりました、クリアするのに。もうやっぱりやばいと思ったね。マジで本当にこの手のゲームに触れてこなさすぎた。3時間かかってやっとクリアする。誰がいねえのか。頼む。なんかネットの配信とか見るとさ、初見でもみんな20分ぐらいでクリアしてるね。自信なくしちゃうよ。主人公かっこいいな、渋い感じにして。おお、髪の毛の色からしてなんかこう日本人じゃないけどね。おみくじみたいなやつ、おみくじみたいだよこれ。今年のねおみくじは吉でした。はい、だから割といいやつですね。だから吉って実は2番目にいいらしい。大吉、吉、中吉、小吉、末吉っていう順番らしいよ。大中小吉、末吉なのかと思ってたんだけど、吉は2番目にいいらしい。ということで2番目にラッキーですね。そしたらじゃあここの覚醒編のねステージ1やっていきましょう。私が初見で3時間かかったところですね。いやマジで難しかった。まあ、今回はね3時間かけずに、まあ、軽くちょっとやってみようかなと思いますけど、どんなにね苦しんでもねレベルが上がればねいずれ勝てるよ。で頑張っていこう。己の身に慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。もう出ます。そしたら能力解放、あ、手に入れた経験値ですね。アムリタを消費して能力を上げていきます。例えばこの体、体だと体力が上がると、心だとスタミナっていうですね、気力ですね。まあ、若干気力回復速度とか体力も増えますけど、まあまあとりあえずまあステージ1は体と心を上げていけばいいんじゃないかな。まあ他にもいろいろ上げたいものがあるけど、正直ここはステージ1はあんまり関係ないので後々でいいような気がする。ただ忍びっていうスキルポイントは鎖鎌に影響するので、鎖鎌を鍛えていきたい場合はいずれ上げていかなきゃならないと、ということですね。鎖は上段がいいかな。まあちょっと、まあ、忍者スキルを上げていきたい。まあ
鎖鎌のいいところはそのまあこの噴動を使った攻撃で、あ、そうか、回避できないのか、相手の気力を削れる、気力を削るような攻撃ができるね。もちろん太刀とかの方がまあ威力は上なんだろうけど、油断さえしなければ。おお、忍者っぽいスキン、もっと忍者っぽいのあるけどね。うむ、なかなか良いでござるな、なかなか良いでござるな。よし、行こう、行くでござるよ。いきなりあの一面のボスみたいなやつがいるんですけど、これに勝つには私の技量では無理なので、とりあえず適当にアイテム拾って逃げちゃいましょう。別にやんなくてもいい、やってもいいんだけどやんなくてもいい。いやいや、やらない方がいいんじゃないかな。さすがに時間かかるだろうし。では妖精さんみたいなのがいるよ。なんだこのちっこいの、おかしなまで見えてきやがった。なんか迷子になってるんで帰り道を教えてあげればいいんですよ。そうだ、あとでちょっと恩賞があるというかいいことがあります。見つけていきましょう。下段にするか。下段は隙が短いけど威力が低いんだよな。隙がないけど、神の仏も守っちゃくれねえ。構えが下段上段、ちょっと分かりやすいよな。上段中段下段ですね。今全然この隙の大きさが違うし威力も違う。ではここ開けてショートカットですね。これでほら入り口に戻ってこれた。ここ入り口、さっきのところですね。まあ今はまだ上げるもんないからいいか。では刀も使っていくか。でも刀はな、太刀は安定は安定だけど、ほいほい、斬新。まあ安定してるね、やっぱり刀はね。普通に使いやすいと思う。誰が使ってもいいや武器だと思う。持てるもんだけ持って。あ、槍だ。槍もあるのか。槍ですね。槍はでも一番強いかな、槍がな。いや、一番使いやすいって言った方がいいか。使いやすい。で、槍なんかはステータスアップするのにさ、あれ体のステータスをアップしていけばいいから、体ですね。だから死ににくくなるよね。体力アップを上げていくだけで槍の攻撃力上がってくるから死ににくいよね。あ、間違った、上段だ。上段の鎌のこのリーチ超いいよね。すごく使いやすい。私は鎌がすごい好き。鎖が持ちたい。だけどまあ重い一撃が好きな人はね、斧とかもいいと思います。好みによるんじゃないかな。刀が、上の刀が出たな。よし、上段上段。ここ確定で、あれが出るかもしれない。おお、木槌、表、傘、頭装備ですね。なんか足が装備がしょぼい気がする。ちょっと足がしょぼいのか。おお、斧じゃん。これで奴らを追っ払ってやる。斧ですね。斧でもちょっと出が遅くて難しい気がする。で、ここと中ボスみたいなやつだね。中ボスやりましょう。ここですげえ詰まったね。なんか赤く光った時に、その、なんだろう、妖怪化してこのカウンター当てると、なんか相手をこう、一時的に無力化できるっていうのがあるんだけど、難しくてさ、それが。
で。赤く光ったわね。ここですね。で、そういうことらしい。電気はここ、電気はこれ取る、このジャンピング跡が隙だらけなんでそこ取ればいい。ジャンプしてきたら儲けもん。最初こいつに勝つために30分ぐらいかかったんだけどジャンプしてこうやり投げてきた後にこう回避すれば簡単に倒せるっぽいので、そこついていけばいいと思います。あー、強い鎖鎌が出ねえな。ダッシュ気力、あー俺でもスタミナ体が足りてないんだね。本当の性能を引き出せてない。体上げるか。これも一番下出てるけど、そのゴーだかブだかが足りないので、あの下のこの特殊効果が得られないんだよね。ステータスアップで最低限必要なステータスは上げていかなきゃダメなんだろうね。 下から行くか。届かないか。あ、石石危ね。 うまくカウンターが、あー危ない危ない、空振るのが一番危ない。そこにこう持ってかれる。やれるかと思ったらこう空振った時が一番怖いね、本当にね。まだ致命の一撃みたいなもあれ持ってないので、後ろのカウンターみたいな。バッサリからの気持ちいいなね、相手をバッサリやっていくの超気持ちいい。あー弱いなこのカモも。手に入るアイテムはランダムっぽいね。そのハック&スラッシュ、ハクスラ系なので、結局のところ性能のいい武器は何度もやらないと手に入らないのかも。なんか俺鼻詰まってんな。どうした？鼻つまみ、鼻が詰まっているでござるよ。ほい、早く早く早くで、うわっと危ない今軽ぶと思わなかった。陣のいいところはさ、その スタミナがずれてると、この前転とか緊急回避できなくなるんだけど、これ一応使えるのよ、スタミナ切れですよ。もだからいざって時には妖怪的なカウンターをこう回避に使えば生き残る確率が上がるので、やっぱり初心者向けだと思います。よし、そしたら一回これ社行っちゃうか。ここに2体いるんだけど、このでかいお侍さん事故率高いので新しい社作っちゃうか。開通、さっきの猿のお猿さんの縁起かなが自分に宿すことができると。猿舞みたいな槍投げを使えるようになりますと。ちょっと武も上げとくか。でレベルを上げときましょう。でさっきその道案内したその妖精さんがいると、これをお金払うと
まあ、経験値 5% アップか、回復アイテムが 5% なんだろう、落とす確率が増えますよみたいな、そんなのができますと。あと、いらない武器ですね、は、これ、奉納してしまえば、お金っていうか、その、あれになる。回復アイテムとかを売ってくれるようになる。あ、ポイント足んねえか。なので、いらないものをね、どんどん売っていくのはありだと思います。物できない、あ、装備してんのか俺、装備できないものとか、まあまだちょっと装備が足んないか、回復とか多めに取ってれば楽だと思う。よし、では装備はもうこれで大丈夫かな。もう慌ててきちゃったからあんまり大して装備、あ、5だった、部じゃなくて、間違えちゃった部を上げちゃった。おう、スキル振り間違えたよ。まあまあまあいいか。まあだからスキル振りもしっかりやっていかないと。残ったか。例えばさっきのさ、延期ってのはもったいないけどさ、そういうふうに槍を投げてくれる。お、やべ、きつかれた。こいつ強えんだよな。削ろう。削って突っ込んできたところを狙う。で、安定の、あ、斬新しなかった。斬新、あ、回復落としたけど、回復もう上限だな。戦のない世ならこの子はもっと生きられたのに。そんな端っこにお墓とか悲しいな。性能落ちる。もの氷炭水ダメージアップ。うん、さあ、ではアムリタってまだ2000じゃいけねえよな。死ななきゃいけないけど、死ぬと経験値失うからね。まあ取り返せばいいんだけど。息を切らして隙だらけさ、ひと突きにしてやるわ。おお、バレた。ザルではなかったな。落ちそう。ちょっと、ここさ、弓は持ってるやつがいるからさ、暴れたか。意外とその横でやるのもありだな。ちょ、重いちょ。まだ弓矢が今ないからね。技の終わりにて構えを整え、斬新を示せば気力は瞬時に充実する。あ、俺あれや、上行ったっけ。あ、行ったか、大丈夫、ごめん、別に行かなくてもいいんだけど、何度もプレイすると忘れちゃうね。何回もプレイすると忘れてしまうでござるよ。ほい、熱い。なんかあったっけ。ここ上いるから抜けちゃおうか。気づかれねえように一撃で射抜いてやる。遠隔武器がさ、めっちゃ強くてさ、普通に鎌出ないな、新しいのな。これが普通にね、頭狙えるのがいいのかな。どうしたか、一撃で
いけちゃう。相手が気づいてなければね。だから遠くのああいう弓を使ってくるやつは思って身動きもできんとは。これはあの何だろう、 NPC と戦えるんだけど今やる必要ないかな。ここ3体いんのか、めんどくせえな。やめとこうか、まあ後で。一応でも殲滅スプレーも面白いからやってってもいいか。やっていかないと経験値がね。族の次はあやかしか。やっていかないともうおしまいじゃん。刀しか出ねえな。刀しか出ない。鎖鎌が出えへん。これ超重たい。部性能、また5が足りない。5を上げるべきだったな。次5を上げるか。安定ですな。鎖鎌のスキルが上がったね。そうすると、あー、手繰り寄せか。これ使わないしな。なんか技が使えるようになるんだよ。まあ、とりあえず、まあ、上段構え用の敵を手繰り寄せる技を覚えました。あとであれか、回避で斬新できるやつも覚えとくかな。倒しておきましょう。どんどん。あそこなんかアイテム1個取ってねえな。まあ別に取り忘れたからといって死ぬわけではないから。頭だけちょっと狙いにくい。ここ頭が見えてるでござるよ。はしごのショートカット。もっと弓矢が手に入ればな。浜弓5か。下のもやれちゃうかな。あ、動いてるのはちょっと狙うのきつい。止まるまで待とう。もうちょっと上かな。ここ、あっ。あいつ、ここ、よし。まあ、焦る必要ないからね。よし、こっちの上でもやったかな。弓矢のこの奇襲攻撃の強さたるや。まあ、もちろんあの兜かぶってるやつとかは頭一撃じゃやれないので、全てを簡単にいくわけではないんだけど。ここもショートカット、まあ、必要ないけどね。作っておきましょうか。ここはあいつ倒さないと開かないんだっけ。あいつ倒せば簡単にこうショートカットできる。お、装備は手に入りそう。よし、したらば下のやつもやっちまうか、ね、経験値稼いちゃうかな。あ、こっちか。あいつはやれるから。頭むき出しだしな。止まるでござるよ。止まったでござる。うん、よかったよかった。腹切りの腹切りかな、これ。恥ずかしめられるくらいなら、おっかさん、ごめんなさい。腹切りの担当、これなんかいなかったっけ。いないか。ここにいるか。腹切りの担当はあれだよな、自分の腹切って死ぬことによってこうワープできるっていうか戻れるだけだよ確か。アムリテは全部失っちゃうけど。動けないじい様まで襲うなんて許せない。この村で何があったんでしょうね。この村でどんどん人が殺されていく。いや、殺されてるんだけど。
まあこれが安定してるかな。あとでやっぱり5を上げとくべきだな。レッツエンド5、レッツエンド5の世代じゃないですけどね。ドミニオン、私は ダッシュ4クローの世代ですけども、そっちも見てなかったんですけどね。お、光ってる。お、レアな胴体ですね。重た、重い、あ、重いけど、重いけどあれだね、陰陽術が必要。あー、消費足りない。重たいけど、まだあれかな、ステータス的には、重さのステータス的には B ですね。重量がそれほどないので、そんなに制限はない。 C とかになってくると相当重たい。でも忍者プレイするんだったらやっぱ A ぐらいないとね。 A じゃないとあいつ強えんだよな、あいつ強えんだよな。でね、こいつ兜とか飛ぶだけなんですよ。強いやつは安定してスタミナ削っちゃうのが一番。あとはもう、おい、落ちるとこだった。おお、怖い怖い。義を貫き果てた侍の後、あれ後で使うか。何時に一時の力添えをなさん。ちょっと待ってね、いろいろ探索してから行こうね。上のお金もゲットしつつ、何も落としてないかこいつら。この上行かなくてもいいかな。確かね、ここほら上から見えるんで。さあ帰り道、お帰り、行け行け。他にだっけな、敵はあと2体いるかな。ああ、なんてこった。お前の腹の中には、子供とお父さんね、お母さん死んでるね、みんな悲しい。この裏はなんで襲われてしまったのか。来た気を斬新にて満たせば、気は共鳴し常世を打ち払わ。あそこにもいます。よし、先に取ってきちゃうか。結局この奇襲を受けてしまう、奇襲を受けちゃうんだけどさ、まあ、周回でプレイすればなんとなく覚えてくるというか、つか何度も死んだらね、それは覚えるよね。あ、鎖鎌来た。よし、いいね、やっと鎖鎌次のが来たね。あー、大幅に攻撃力アップ。弓も大幅にアップですね。いやー素晴らしい。胴体はまあこれ 9.8 まで、重たすぎる。固定、あー 2.2、ダッシュ気力、まあ悪くない。みんなダッシュ気力多いな。防御力アップ、まあ安定した装備になったかな。しまった、ボス戦だと忘れてた。しまった、忘れてたな。中ボスでしたね。これ決めようか、スタミナを。で延期を、延期いけ、死にはしねえか。あぶねえ、下ボスに忘れてたよ。よしよし、コンボ固定。ここにいるさ、この人NPC なんだけど、これオンラインじゃないから、
この人を呼び出すとこれが戦ってくんで一緒に非常に戦いやすくなるので、こいつを使おうと思ったんだけど、使う？使うか。ボスまで持たないけどいいか。一定時間しかいてくれないんだよ。よろしくでござる。なんかオンラインだとこれが普通のプレイヤーさんを何か来てくれたりするらしいのね。今私オフラインですけど、だから青いゲージがなくなるまで、あるいは死ぬまでいてくれるから。ピン、誰かこの地獄を終わらせて。まあ今指出さなくてもよかったか。死んじゃうかな。でも貧族もあやかしも切り伏せるとは、お主何者なんじゃ。何者ってこと。なんかもらった。ではショートカットを開けて5作だって。でさっきのどこに戻ってきたので能力アップしようか。本当は体を上げたいけど間違えたら5を上げなきゃいけなかったんだよね。これで、装備できない装備もできるようになるかな。まだいいけど、じゃあ行きましょう。任せる。よし、ナイスだ5作。ナイスでござるよ5作殿。5作殿。ああもうや弓矢がないな。やるしかねえな。おっと当たらんか。来たでござるよ5作殿。当たんない。とどめだけもらうでござるよ。とどめだけをもらっちゃう。ん？何やつ。よし、安定するね2人でやるとね。非常に安定します。なじゃこのバケ。猫か。これ猫なんだよ。すねにまとわりつきあって。この猫も一定時間一緒に戦ってくれる。非常に便利な便利な化け猫でございます。どうしてもクリアできないときはこういうのを使っていくと。見かけねえ男だな。桜の社に何用なんだろうな。桜の社ここですね。この変な、この闇が悪さしておるのか。この闇ゾーンはうまく力が入らない。こういう参拝もできなくなっちゃう、常闇の間は。だから闇をさあ、やれない。やってるやつを倒さなきゃいけないんですね。出してるよ悪いやつ。闇払いしなきゃいけません。危ねえ。よし、痺れてる痺れてる。じゃあ闇をやってる敵を倒しましょう。あれですね、重い刺激の方がいいのかな。いや、連続で入れちゃおう。まあ、みんなと一緒にいれば楽勝ですよ、正直楽勝。あっという間に倒せた。楽でござったな。とても楽でござったな。やっぱりあれだな、人数が多いとね手数も増えるからね。あ、猫は帰っちゃった。ありがとうございました猫ちゃん。猫さんは帰ってしまいましたが、この五作さんはまだいてくれるみたいなんで、このままボスまで行っちゃおうかな。清らかなお社に族など入れてなるものか。でもあまり
二人の方が絶対有利ってわけじゃなくて、例えばその敵の攻撃が読みづらくなるのはそうだよね。ボスが振り回した攻撃がさ、どっちを狙って攻撃とか分かんなくなるので、そういった意味では少しあれかもしれんけど、能力解放、体力上げていきます。死ぬかもしれないので、で強い武器は、あ、あった、カマ来たね、いいの来たね、カマ性能、剣が、傘、性能は悪くない、今やってたら結構いいやつだから別になくてもいいかな。重量が増えるけど、いや、いいか。これはあれだ、ゴーが足りない、ゴー盗賊陰陽術、まあいいかな、これで。で何が手に入るの、妖力はいらないしから、忍術は消費されない、忍術使ってないから、まあいいか。忘れ物ないかな、支度していきましょう。いざった時に勝ちたいから回復も持っていこうか。よし、行こう。ボス、いや、よし、ではボス戦です、行きましょう。OK、行こう。死んでもすぐ復活できるので、何戦かやられちゃった場合は何戦かやりましょう。さっきさ、墓場で暴れてたやつ同じなのか違うのか分かんないけど、馬なの、狙いづらいな、2人いるから、どっち狙ってるか分かんねえな。これカウンター当てます、で怒ったらこっちもカウンターで、こっちも変、こっちも変形、変身、変身していきましょう。あいたあいたい、しまった、スタミナ切れ、オッケー、頑張ってんな、あいつ、うい、あった、誤作が、怒ったかな、あ、痛い痛い痛い、やべえ、おい、あ、痛い、あ、よし、もうとどめさせよう、来い、もらった、誤作いけ、誤作いけ、誤作いけ、危ねえ、今危なかったね、元気でやれるかと思ったらやれなかった、ちょっとスマートではなかったですけど、 NPC と一緒だったら割と安全に戦えますね。
なんか知らないけどさ、時代劇に竹中直人さんが出てくるとすごく安心しますよね。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すげえな。すげえやろ。すげえやろ。でも俺のもんやで。拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。達成。うん。危なかったけど死なずに済んだね。これやっぱこれが強いね。最後なんかちょっとスタミナ切れてて死ぬかと思ったけど。やっぱジンを使ったりとか仲間を使うと いつまで拾ってんだ。あ、すいません、私のようなあんまりできない人でもなんとか倒せそうですね。ぜひぜひ試してみてください。はい、あ、お疲れ様でした。待ってたぞ。あのフニ読んでくれたんだ。俺は陶吉郎、お前の名は？ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあどうする。よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのはなんかわけが。あ、すまん。まあ、いろいろあるわな。